やっほー、霊夢だよ。やあ、どうもマリサだぜ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくわよ。さっさく。何事もなく一つついたわ。隠密系のキラーかな？それにしては静かすぎるな。もしかしてトラッパーかしら？罠を設置するのに時間がかかるからありえるな。わからない以上は慎重に行かないとね。そうね。ハグだよ。びっくりしたわ。そういえばハグもいたな。とても久しぶりだね。正直会いたくないキラーの一人よ。始めたての頃に出会ったからかなりのトラウマものだよな。とにかくびっくりするもんね。でもハグを使える人はすごいと思うわ。難しそうだもんな。味方さんが攻撃されたよ。さっきのゲッちゃんかしら。別の味方さんが攻撃されたな。油断している味方さんがいたのかも。捕まっちゃったよ。罠があるところに逃げると危険だし、板回りで時間を稼ごうとすると罠を仕掛けられるから難しいんだよな。どのキラーにも言えることだけど、キラーの強みを発揮することができる腕前を持つプレイヤーさんが使うと、どのキラーもかなり強敵になるわよね。そうだね。ああ、出会ったらまずいとは思うがやっぱり尊敬するよ。あのキラーさん罠をかかないみたいだね。発電機を蹴りに行ったのかもしれないわ。破滅があるみたいだな。うわ、こっちにも仕掛けていたんだね。ワープしてきたぞ。少しでも引きつけて救助は味方さんに任せましょう。ハグは足が遅めだから時間が稼ぎやすいな。罠には注意しないといけないけどね。板を倒した先で罠を踏んじゃってて芯があるからね。罠をかいているな。結束をつけてくれているから様子が確認できて動きやすいわね。結束いいよね。ああ、いいパークだぜ。こっちに来るかしら。味方さんが救助してくれたね。ナイスだ、味方さん。罠を踏んだらこっちに来るかしら。来たな。救助された味方さんが狙われないように少しでも時間を稼ごう。わかったわ。このキラーさんは救助された味方さんを狙いに行かないみたいだな。ストライクを警戒しているのかも。無理に追いかけるより罠にかかった人を狙う方が動きやすいのかも。それはあるかもしれないな。こっちにもあったわ。やっぱりサバイバーが逃げそうなところに仕掛けるんだな。怪我している人じゃなくてよかったね。あ、ごめんね、味方さん。修理していたんだな。味方さんが攻撃されたよ。捕まりませんように。しっかり周りを確認できないと巻き込んでしまうんだよな。逃げるのに精一杯でなかなか難しいよね。板の配置とかも覚えられるようになりたいわね。お、味方さんは逃げ切れたみたいだな。よかったわ。あのまま捕まっちゃったら辛いもんね。よいしょ。今の当たるんだな。意外と当たり判定あるよね。おかげで助かったわ。追ってきていない？他のところに行ったのか。ナイス。ナイスよ、味方さん。でも破滅は壊れていないみたいだよ。別の呪いのトーテムでもあったのか。まあ霊障の血とかじゃなければ大丈夫よね。そうだね。平和ねえ。そうだねえ。おい、のんびりしている場合じゃないぞ。こっちに来てるよ。大丈夫、こっちには倒れてる板があるわ。さすがに壊すみたいだな。あの場所でぐるぐる追いかけるのは大変だろうしね。追ってこないわね。他の人を見つけたのかな。ナイス。今度こそ破滅が消えたわね。ナイスだよ、味方さん。怪我をしているみたいだぞ。治療するわね。よし、完了よ。みんなで頑張ろうね。どんどん修理していこうぜ。味方さんが攻撃されているよ。頑張って逃げてくれ。別の味方さんが攻撃されたわね。罠にかかった味方さんの方を狙ったのかもな。追いつけそうならいいけど追いつけなさそうなら別の人を狙った方がいいもんね。味方さんが追われているぞ。あそこに板はないわよね。多分ないと思うよ。板がないと逃げるのは厳しいよな。近くで待機して様子を見て救助しましょうか。ナイス。あと一つだよ。この発電機もいい感じに修理が進んでいるな。ここはあえておとりになろうかしら。足跡も結構ついていると思うしね。あれは罠をかいたのかしら。多分発電機もサバイバーもいるからかかないともったいないよね。お、誰かが助けてくれたみたいだな。それじゃあ私は発電機を修理しようかな。この周りを警戒しているみたいだね。残り一つだし、この近くに二つ発電機があると思うからな。こっちに気づいたかな。このキラーさん結構慎重な感じだから無理には離れようとはしないと思うぞ。発電機を守っておけば自然とサバイバーに出会えるもんね。よし、回復したわ。みんちゃんか。頑張って逃げていたが捕まってしまったか。メグちゃんがすごいスピードで向かっていくよ。救助はメグちゃんに任せて私はさっきの発電機を修理しようかしら。気を引けるかもしれないしな。あれ、こっちに来てるよ。ストライクを警戒しているのかも。ちょうどいい、こっちに来るのなら引っつけよう。わかったわ。追ってきているみたいだね。そこに板がありますように。あった。これなら間に合うな。味方さんがミンちゃんを起こしてくれたよ。ナイスだ、味方さん。
あそこで治療しているみたいだな。ごめんね、逃げてちょうだい。でも回復は間に合ったみたいだよ。隙を見て発電機を直そう。わかったわ。あっちにも何かあるのかな。でも今がチャンスね。お、みんちゃん。メグちゃんも来たよ。いいわね、一緒に修理しましょう。みんちゃんが何かを置いたみたい。お、鍵だな。もらっちゃっていいの？どうぞ、って感じだね。ありがとね。だがハブは脳安率が高いから注意しないといけないぞ。了解よ。よし、今のうちにゲートを。ナイス。これなら大丈夫かもな。私たちもゲートを開けて脱出しましょう。オッケーだね。念のために呪いのトーテムがないか探してみましょうか。その方がいいかもな。みんちゃん。やっぱり脳安か。地下じゃなかったらまだチャンスはあるわ。地下だったな。地下だったね。ノーアンが発動中だとかなり絶望的よ。しかもハブだもんな。なんとか助けてあげたいね。近くを探してもなかなか見つからないな。助けたいけど。いや、このまま助けに行くわ。来るぞ。もったいないけど使うわ。みんちゃんのゲージが。今行くわ。なんとか間に合うか。お願い、間に合って。間に合ったわ。これならボロ体も発動するし逃げられるかも。頑張ったね。これでなんとか助けられたわ。呪いのトーテムを見つけることができればまだチャンスはあるんだが。あれ、みんちゃんが戻ってきたよ。どうして戻ってきたの？何か秘策でもあるのか？みんちゃん。なんてこった？みんちゃん。ストライクか。無理しないで今のうちに逃げて。よかった。味方さんがトーテムを探してくれているみたいだし少し待ってみるか。みんちゃんが追われているみたい。罠を踏んでしまったか。頑張って逃げて。ジェッちゃんが助けに来てくれたよ。ありがとう、ジェッちゃん。みんちゃんが捕まってしまったか。ごめんね、みんちゃん。早くここから脱出するんだ。急いで急いで。うわ、ジェッちゃん逃げて。今みんちゃんを担いでいると思うから多分来ないぞ。下ろしてまでテレポートするのはリスクが大きいよね。嬉しいような、嬉しくないような。みんちゃんかなり頑張ってくれたよな。うん、みんちゃん本当にありがとね。時間もかなりギリギリだ。急ごう。わかったわ。ジェッちゃんもノーワンがある仲良く来てくれたな。とても助かったわ。本当にありがとね。かなりハラハラしたな。ノーアンもそうだけどやっぱりハブ相手は緊張するわ。突然出てくるし不用意に逃げやすい場所に行けないもんね。罠を踏んでしまったら一気にピンチになるもんな。でもこの人たちとはまた会いたいわね。味方さんもキラーさんもね。ああ、そうだな。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。